ははいこんにちはパーカッション高ですゼロから始めるパーカッションティンバレス編ということでこの動画のシリーズではこのティンバレスという楽器について1からいやゼロから解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております初回第ゼロ回の今回ですねまずはこのティンバレスについて知ろうということで この楽器の紹介と簡単な基礎知識を解説していきますのでぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。はいではまずティンバレスというのがどういう楽器かといいますと大きい太鼓と小さい太鼓どちらも片面太鼓なんですけれどもこの2つが1セットになってこれをスタンドにつけて叩くというこの形状が一般的なティンバレスになります。で立って 演奏する方が多いんですけれどもスタンドで自由に高さを調整できますので、まあ、立って演奏しても椅子を用意して座って演奏しても問題ありませんこのティンバレスの発祥は南米のキューバという国でキューバではですねこのコンガとボンゴとティンバレスでコンガ、ボンゴ、ティンバレスでパーカッション三種の神器として使われておりますそれ以外にもですねプエルトリコとかコロンビアといった南米の国々で特に叩かれております でこのティンバレスの見た目でなんとなく気づいた方がいるかもしれないんですけども、これ実はね、ティンパニーっていうクラシックパーカッションが原型なんですね。っていうのはご存知でしたでしょうかこれね、意外と知られてない豆知識みたいな感じなんですけども、あティンパニーっていうのはね、オーケストラとか吹奏楽で叩く、まあ、すごい巨大なパーカッションですね。あの、エヴァンゲリオンとかで、ブン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 ,ブンって、あの、あれです。はい。で、そのティンパニーが原型でこれになりましたと。 どういうことかっていうとキューバっていう国はもともとスペインの植民地だったんですねで。その植民地時代にヨーロッパからの文化がキューバにいろいろ入ってきてその中にティンパニーっていう楽器がありましたと。でそのティンパニーを見たねキューバのミュージシャンたちが真似してこれを作ったと言われております。でもともとはこんな大層なもんではなくてお鍋お鍋に動物の皮を貼ってもう ティンパニーを真似して作ってそれを叩いたというのがこのティンバレスの原型だったと言われています数あるパーカッションの中でこのティンバレスだけですね唯一この胴体太鼓の胴のことをパイラと呼びますパイラ、まあ、こんな感じで叩いたりするんですけれども他のパーカッションとかねドラムだと普通胴体のことはシェルと呼んだりするのが一般的ですけどもまあティンバレスに限ってはパイラと呼ぶと なぜかというとね、もともとが鍋だったからですね。パイラっていうのは鍋っていう意味です。あるいはこっちで言うフライパンみたいな意味なんですけども、まあ、その名残ですね。もともとキューバのミュージシャンたちがその鍋を本当に叩いてたから、まあ、そのままパイラと呼んでいると。でスペイン料理であのパエリアってあるじゃないですか。あの、鍋でね、焼いたご飯のパエリアってやつ。あれと同じですよね。パエリアっていうのは確かバレンシア語でパエリアとかパエージャと、えー、いたりすると思うんですけど、まあそれ、それと同じですね。それが語源で。 パイだとと呼ばれているとなんでね皆さんねこれからティンパレス叩くときあパエリアかとパエリアのことがもう頭から離れなくなってねあもう食べたくなっちゃうと思いますでさっき言った通りもともとがティンパニーなんで自分に対して向かって右側が小さくて高い太鼓で左側が大きくて低い太鼓になります、まあ、ティンパニーをね知らない方のために言うとだいたいティンパニーってこう4個ぐらい太鼓を並べて自分に対して右から 小さい順にこうだんだん大きくしていくっていうような並び順なんですけどまあそれと同じだっていうことですねで実際これをマレットで叩いてみるとあ確かにちょっとティンパニっぽいかもしれないと <laughs> いった感じなんですねでこのボディの素材は今のティンバレスだったらですねだいたいスティールか銅かプラスっていう感じなんですけれどもまあもともとティンパニだったこと 踏まえてね、ティンパニーで使われている素材、コパーを使ったティンバレスなんていうのもあります。はい、じゃあいよいよ、ティンバレス叩いていきますかというところでね、セッティングについてなんですけれども、ティンバレスっていう楽器自体は、もうこの2つの太鼓があれば、これで完成なんですね。ただ、キューバでいろいろ叩かれていく中で、進化していく中で、これにプラスカウベルとかジャムブロックといったものをつけて、リズムを叩くというのが一般的になりました。せーの、ホイト。 はい、こんな感じでつけて、まあ、これらをね、組み合わせて叩いていくっていうわけなんですね。で、このセッティングの仕方とか、まあ、つけるカウベルの種類とかはもう、まあ、本当に人それぞれで、えー、僕の場合はちなみにね、もうちょっとつけます。はい、こんな感じで、まあ、もうちょっとカウベルの数を増やしたり、シンバルをつけたりして、 という感じですろいろつけてるといろんな音がしてカラフルで楽しいというのがありますけれども、まあ、このセッティングについてはもう本当に人それぞれという感じなのでみんなねティンバレスをやっていく中で自分なりのセッティング自分の好きな組み合わせっていうのを見つけてもらえたらいいかなと思っておりますで今回は特にですねもうティンバレス今ティンバレスって言ったらもうこの3つは絶対ついてると言っても過言ではないくらいこの3つっていうのは まあ多くの人が使っている一般的なものなのでこの3つについて紹介していきますはいまずこちら胴長でちょっと丸みがあるこの画面が曲面になっているカーベルこれをマンボベルと言います曲が盛り上がってる時なんかですねはいこんな感じでリズムを叩きますでこの丸みがあることによって こういうふうに音程を変えたり、音の強弱、ダイナミクスをかなりいろいろつけることができます。はい、続いてこちら。このちっちゃいカーベルですね。これはチャチャベルと言います。キューバのリズムでチャチャチャっていうのがあるんですけれども、はい、このチャチャチャでよく使うカーベルなんで、これチャチャベルと言いますね。こういういうに コッと頭打ちをしたりこのマンボベルだとちょっと音がでかすぎるなというシチュエーションなんかでこんな感じでリズムをたたえたりします。はい最後こちらこの赤いやつですねこれはジャムブロックと言います。これはクラーベというリズム。 このアフロ系とかキューバ系の音楽で最も重要だとされるクラーベというリズムを叩くのによく使われています。で、もともとはですね、このクラベス。これで、まあ、こんな感じで、表紙木で叩いていたものを、このブロック状にして、まあ、スティックで叩けるようにしたっていう感じなんですね。なので、アフロ系やキューバ系、ラテン音楽以外のジャンル。 例えば、ロックポップスの中でティンバレスを使うとなった場合ですね、このブロックは別になくても大丈夫です。カウベルだけでもう十分成立しますね。あとはオプションとしてカウベルの種類を増やしたり、演奏するジャンルによってはね、アゴゴをつけたり、シンバルをつけたり、いろいろアレンジしていくっていう感じですね。はい。では最後に今回紹介したこのパイラやカウベル、ジャムブロックを組み合わせて叩くとこんな風になりますっていうのをやってみますので、聞いてみてください。 はい。というわけで、今回はティンバレスの紹介と基礎知識でした。次回から具体的な叩き方やリズムの解説をしていきますので、お楽しみに。また何かこのティンバレスについて知りたいことや疑問などありましたらですね、コメント欄に書いていただければ、今後のレッスン動画に反映させていきますので、よろしくお願いします。はい。こんな感じで、このチャンネルはパーカッション情報を毎日発信。毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションワークショップもやってますので、引き続きをチェックしてください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。